西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる生薬解説、本日はビワ用になります。バラ科のビワの葉を用います。ビワの名は葉の形が楽器のビワに似ていることに由来し、日本にも9世紀前後に渡来したと推定されています。江戸時代から明治にかけて暑気払いの妙薬としてビワ用湯を街頭で売り歩く声が夏の風物詩の一つとなっていました。また大正時代に静岡の禅寺から始められたビワの葉療法という民間療法があり、今でもビワの葉温灸として知られています。漢方の働きとしては気管支炎などの外傷に用いる刺激作用、吐き気に用いる使用作用、食あたりや夏の下痢に用いる整腸作用などがあります。代表的な処方に気管支炎などで外傷や濃淡、喉の乾燥が見られる時に用いるビワ聖杯飲、鼻炎や鼻づまりに用いる真意聖杯湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。それではまた。